阿倍翼は神奈川県出身の元レーシングドライバー。1997年は全日本カート競技選手権にスポット参戦し、1998年より FA クラスをフル参戦し、シリーズ9位。モテギカート選手権も参戦し、FA クラスでシリーズ2位。ナススーパーカップにも参戦し、FA クラス優勝した。モテカップにも参戦し、 FA クラスを優勝。1999年には、全日本カート競技選手権、東地域を参戦し、東西統一戦は FA クラス6位、シリーズランキング2位を獲得。FMK、FIA、ワールドカップカートレースインジャパン FA クラス出場。2000年は、鈴鹿サーキットレーシングスクールフォーミュラ入学。2001年から2002年は、 フォーミュラドリーム参戦。2003年から2005年までフォーミュラトヨタ参戦し、2005年は4回優勝している。2006年はスーパー GT のチーム竹内のオーディションを受けるが、佐賀博則にポジションを奪われ、活動を休止している。2007年はカレラカップジャパンに参戦し、優勝を飾る。2008年はレーシングプロジェクトバンドから。 スーパー GT GT300 クラスにフル参戦し、第7戦では最高尾スタートから優勝を果たした。2009年はアップスタート対ンポルシェで参戦。2010年は GT300 クラスのアップスタートモラ Z のレギュラードライバーとして、第2戦岡山で優勝を飾るなどしたが、2011年はレギュラーシートを失い、第3戦セパンでのアレキサンドレ・インペラ通りの 大役でのスポット参戦に止まる。2012年は、スーパー GT のスポット参戦もなく、スーパー耐久などに出場していたが、2013年1月、自身のブログで、レース活動の引退を発表。現役当時は、会社員として働きつつ、レース活動を行っていた。レーシングドライバー引退後、エナジードリンクブランド、キバを設立。2017年現在、 同社の製品は、ミニストップの一部店舗で取り扱っているほか、通信販売での購入も可能。関口祐貴の個人スポンサーも務めている。引退、安倍翼公式ブログハット NGW ジャパンの社員、安倍翼が、2010全日本スパーグッド選手権で、優勝。ありがとうございます。